はい。はい。はい。もう、もう怖いわ。ホラーでもやってるやん。ということでやってまいりました。はい。はい、はい、です。はいってない。この後にホラーナイトって言うっていうこの感じが悪いから。もう2回も言いませんから。もう一生言わねえじゃねえか。前回高評価2万だったかな。多分2万とかだったと思うんですけど。2万ぐらい。結構ねすごい高評価数突破しましたということで逆再生のホラーナイトやっていきますという。出たよー。怖え。逆再生鬼なんよ。毎回言うんですけど逆再生の時はちょっと鬼なんです。いやマジで鬼でしょもう。なんか霊界って逆なことが多いみたいで。拍手の役とか、まあ、いろいろあってあ、まあ、この逆再生をちょっと反応してしまうのっていう結構やばいのをねいろいろまとめましたので、仮面が動き出したやつですね。はい、仮面のホラーですね。これでよくわからないこう言葉が入っていますので、まずはそちらを聞いてください。これは異常事態です。本当にやばかった。今日やばいです。誰も、誰も口動いてないんです、うんうん、これを逆再生してみましょう。え、うん、これ今あれ、ね、なんでなんで遅くしてんだよ。逆だよね、逆にしてる。俺、言いますように聞こえる。ちょっと待って。やったかもしれん。え、なに全員え、マジやばいやばいやばい、それっぽいですね。うわー、ほんとだ。マジやん。しかも正義に言われた瞬間にちゃんと聞いてもマジ聞き取れたね。最後のダッチちゃんと言ってるし、ダッチちゃんと言ってたよね。え、ってかどこかめっちゃ大きいじゃん、うん、そんなのないやん。今日やばいです、今日やばいです、今日やばいです、今日やばいです。概要欄に貼っておくのでちょっと見てみてください。やばい、言葉はやばい。いやもう毎回言ってるけど言葉になってるのがおかしい。そう、二つ目は完全に手が引っ張られた動画ですね。へー、じゃあそちらの方ですね。はい、はい、そこに女の子の霊がいて、ドアにつく、ドアにつく、ドアに、なんか言ってる、なんか言ってる、なんか言ってる、塀の中でなんか言ってる、え、塀の中でなんか言ってる、中でなんか言ってる、うーんみたいな、え、ガチ言ってるか。これはリアリンチの霊感ある人もしくはなんて言ってるか分かった方ちょっとコメントでお願いします。お願いします。この動画まだたくさんあるみたいで、どういう、あー、それや。じゃあ遅くしてみましょう。はい、これね、これね、調べてる人に気づいてしまったんです。母さん、母さん、まあ、聞こえるわ、聞こえるね。で、なんか、うんで終わってるでしょ。うん、うんから始まることはありそう、ありません、うん、人間の言葉でだって逆再生なの、うん、そう、これ逆再生なんですよ。皆さん、安心してください。この後、もっと言いづらいのたくさん、いや、俺も気持ちよかった。リボンやばいから、やべえ。やばいわ。なんか言ってんの。いや、なんかね、そうですでもないような気がするんだよな。そうですじゃないと思う。え、え、全然聞こえない。呪いって聞こえない。嘘だろ。うん、嘘だろ。聞いてみて。俺も。あー、やばいな。なるほど。いや、やっぱ逆再生やばいな。ちょっとね、きつい。動画変わります。2019年最初の動画なのに得体の知れない規制が入り込む。ああ、うん、明けましておめでとうの動画。まあ、明けおめですかね。こいつだけいじめられてるみたいな、てるみたいな、てるみたいな。うわぁ、絶対俺らは入れられない。入れられない、出ない、ありえない。なんて言ってるかわからないですけど、なんか言ってそうなので、これもぜひちょっと調査よろしくお願いします。お願いします。全員揃ったらありえないほど怪奇現象が起きてるやつです。なんか鼻歌とか聞こえ始めたやつ。あー、あったな。うわ、うわ、すげえ、すげえ、すげえ。いや、はっき
ひだな、これも。これでかいよね、これ。これも、金かいわ。苦しい。なんか、もだえ苦しんでる感じだ。苦しんでそう。ドアにオーブが入ります。またオーブ。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 あー！怖っ！え？ DMM。大喜利大会。いや、マジでマジで。オーブ。オーブ。ふざけている場合じゃないかもしれないね。俺これやばい、これやばい、これやばいわ、これやばいわ、俺ちょっとね、大輝と一緒なの、多分全然わかんない。ねえ、正義って聞こえる。え？おお、あー、まあ聞こえるって聞こえる。俺の方が多分めっちゃ聞こえる。上行ってよ。え？おお、いやー、うわ、怖すぎる。これやばい、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 怒ってるやん。その辺のホラー番組の何千倍も怖い。やばい、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 マジこれ。おかずのまま言ってる。いや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 、もう怖いって。下の方が意外と幽霊多いのかもしれないね。邪魔だから上行けって俺ら。それか、上の幽霊が呼んでる可能性。あー、それも、俺もそっちの方が。いや、もういっぱいあるじゃん。最後ガチやばいです。本日最後の動画ですけど、最強のね、心霊スポット、島田秀平さんとかが話にも出してるようなヤバい名所があって、はい、その橋を俺らがただ一往復、うん、これ聞こえてるね、今ね。知るよね。うん、知ってるよね。うん、こっち、俺こっちだった。あ、マジ。え、男。え、俺女。うん、女。あ、もう聞こえない。すごい、こっちから聞こえて、こっちから聞こえて、うん、なんかね、アップした時からこの動画やばいみたいなリップとかコメント多くて、でもなんか正直あんま現象とかに気づかなかったから、うん、全然わかんないで、まあほっといたんですけど、なんともやばいことが起きてまして、歩いてるだけで全員の片っぽにだけあったあった、なんかくっつき虫みたいな葉っぱがめっちゃついてて、大輝耳治った？お前足汚かった。足汚すぎやん。え？俺そんな道しとったっけ今日。森の中とか歩いてないでしょ。え、待って待って、俺もだ。え、ガッチさん、俺もじゃん。俺も本当だ、待って待って、え、どこ、え、本当にない。そういう現象は起きたんですけど、まあ皆さん分かってると思いますけど、歩いてる時、まあ誰もいませんでしたね。はい、誰もいない、誰もいない。まず橋ですし、道路です。たまに車が通る。そうだね。絶対人はいません。落ちたところも下、橋の下50メートルぐらいあるので、絶対に声が下から入ることもないです。それで聞いてくださいね。一回もで当たってることなかったら本当にヤバいこと。え？何これ？これですね。お母さん、お母さん。ええ、お母さん。で当たってることなかった。で当たってることなかった。で当たってることなかった。うわあ！ちゃんと言ってる。これはもうはっきり言ってるね。てかさ、ここ学生の子がさ飛び降りた子が多いんでしょって。あ、そうなんだ。そうだったら調べて。学生なんだっけ？意味わかんない。外なのにこんな反響してるの意味わかんないし。うん。そう。逆再生しています。うわ、まず普通の速度でいきます。これはもう普通でもある程度聞こえてるんで、一旦普通の速度の逆再生です。ちょっと待って、なんか女の声混じってね。え、なんで？もういいでしょこれ。ちょ、もう一回確認しよう。え、なになにね、また来た、来たかもしれない。私を落としたみたいな。俺もそう言ってた。私落とした。あ、ほんとだ、やばすぎない？やばすぎる、やばいね。逆再生はね、よろしくないんだ。いや、使いがすごいのよ。みんなもなんか怖すぎたら見たくないのかなと思って、だから2万とか結構大きめだったと思うんですよ。そう、で、行かないなと思ってて、そしたらもう3日後ぐらいよ、リスナーの方から逆再生突破しましたね、お願いします。見たいんだ、行ったんだみたいな。かつ俺らがちょっと怖すぎてきついから高くしたんだけど、うん、まあ調査ね、必要なやつはぜひ調査してもらって、概要欄から飛んで見てみてください。そして、高評価 2.5 万にしましょう。もう本当にこれに関してはもう見たいのか見たくないのか、はい、見たいがもう 2.5 万以上、はい、そしたらもう僕ら頑張りますと、はい、それだけですので、まあ、一応ね、高評価よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。
それでは次のホラーナイトでお会いしましょう。バイビー。間違えちゃいかん、それ間違えちゃいかん、叩くな、そこ間違えちゃいかん。Oh, my God.